こんにちは、広瀬まりでございます。風が強いでございます。こちら伊勢神宮の外宮、少しだけ社殿が映ってると思うんですけれど、今お参りしてまいりました。なんかいろんなことをね始めようと思います。髪の毛、ちょっとねご挨拶してまいりました。こんな感じがすごい気持ちいいですよ。よいしょ、空を映すにはこうしなきゃいけないかな。ちょっとね、今ちょっと太陽が陰っておりますけれど、とてもさ、歩くにはいい感じの天気でございます。気持ちいいですよ。さすがにね、今日はたくさん人が出てらっしゃいます。といっても平日ですのでね、そんな混み混みっていう感じではないです。通ってくるところでこうお店がいっぱいあったので、もう伊勢うどん食べようかなとかいろんなことを考えておりますけれど、やっぱりここに来ると少しね、空気が違うなというふうに思います。すがすがしい気分で、またね内宮の方に行ってちょっといろんなもの食べようかななんて思っております。それでは次は内宮で撮ろうかな。